ちは。こんにちは。昨日シカのなんかリップ買ってみました。以上、今日は12時くらいまでショールームします。そしてメイクします。しながらやるね。あ、なんか櫛買い替えてみました。大きいでかい櫛。いや、1600円とかで買いました。1350円だ。よし、メイクをしていきます。使う化粧水こちらです。もともとはこれ使ってたけど変えてみたよ。ちょっと時間あると思ってね、のんびりメイクすると、いつもね、メイク時間なくなっちゃうから。あ、iPad が。ね、2月終わりだね。今日でラスト2月。で、あさってはのいみーちゃんの5周年婚があります。止めて、てかレッスン室にね、クワスのねピン止めがなんかすっごい、見てこの3点止め、なんかやばい人みたい。そう、なんかあったんですけど、絶対それうちのだって思いました。絶対うちのです。
さあメイクをしていきます。もう目がね乾燥しててなんか目潤ってたあの日に戻りたい。目が痛いです。こんにちは。なんかさ目にビタミンをさそのアイボンじゃないなんか目にビタミンを投入するさやつあるじゃないですか。あれちょっと買おうかなって思っていつもいるのにね忘れちゃうんですよね。いつも忘れちゃう。メイクするだけで固くってくる。大変。よし、化粧水をつけます。ちょっと暗いね。暗い。近づいたら明るい。うわぁ、みんな2月どんな月でしたか？いたたたた。ね、対面も。届いたよ、見て。じゃーん、こちらです。かわいい。つけてみようかな、今日。こちらこそありがとう、来てくれて。
大阪行きたいです。冬乾燥ひどすぎて、乾燥でやばい。うわ、でも今日メイクのりいい。待って待って、このメイクのりは周年にとっておきたい。ちょっと待って、カオさん、やっぱサウナかな、サウナが良かった。今日メイクのりが、すごい、なんか洗濯機からめっちゃ音する。やばい。やばいです、めっちゃめっちゃメイクのり良すぎる、びっくりしちゃったよ。メイクのりいいです、嬉しい。あ、うん、こんにちは。
ちゃうち、あれインカールのリンク出ないなっていう時あるので、ここにめっちゃパウダーを押し込みます。チークも入れました。シーリングもうずっとなんかもうずっとキャンメイク使ってる。そろそろ100ピン可愛い本当にオファでも割と、まあ本当に何も喋らずやればうちは15分とかで終わっちゃうかも。長い人はもう2時間とか1時間半とかかかる気がする。多分こだわりが強かったりね、うちはあんまりこだわりが多分ない側の人だと思うので、かしこみモース見て受けダメやないか、出雲ちゃん。
したってなるよね。葵行くの。本当葵くん面白いから。許せば。これは京都不動編なんだっけ。あれは僕のせいにして。ダダダダダダダ。うわ、子猫さん好きなんですね。うちはリンです。奥村リンですね。雨なんですか今日もしかして。もしかして今日雨ですか。わあ熱大丈夫け。無理しないでね。はい、こちら見て、めっちゃ可愛くないですか。買ってしまった。最近肌がもっと白くなった気がする。なんだろう、ビタミン飲んでるから。
ね、日曜日晴れらしいね。よかった。天気予報を見て、安心した。キラキラさせちゃった。そしたら力を未来に。そうなんですよね、名前書いてあります。やっぱ12人もいるとね、どれが誰です、あのスタッフさんが用意してくれたものなのか分からなくなっちゃうから、結構大事かも。最近はもうコスメにも名前を書き始めようと、どうしようか悩んでおります。ね、てかあの先端グッズ皆さんぜひぜひ手に入れてください。マシュマロフロートのやつとファーストコンのね、アクスタが今の美女で撮りたかった。どっちもマシュマロにしようかなっても思ったんですよ、あの白とピンクで。それでもよかったのかな。でもファーストコンが来たくてね、てかニヤジャイちゃんの ドライブ なんだっけあのあるじゃないですか、モリア行ってたんですよ。モリアよくあの本当に小さい時からずっと行ってるサービスエリアだから、めっちゃモリアじゃんって思ってた。嬉しい。いつもね帰る時とかこっち来る時とかね寄って寄るサービスエリアの一つだから、待ってモリアって思ってびっくりしちゃった。生誕グッズありがとう。
っちゃ嬉しかったね。でもそのいつもさ、だいたいそのお母さん来てくれて帰るときってだいたいあそこのサービスエリアよりのね8時半過ぎとかなんですよ。9時とかだからちょっとね、だいたいのご飯食べるお店閉まっちゃってて、いつもいつもあそこのローソンかな、あの中にあるのローソンで買ってます。マスカラをこちらのキングダム、てかリゼロなんかなんだっけ、キービジュ、キービジュであってもらう、あれは3段目、ん3期か、3期のあれキービジュであってますか、それともなんか PV は出たのかな。めっちゃ楽しみすぎて無理かも、無理かも。なんかさ、もしもあの、あすごい今なんか今からなんかすっごい別に暗くはないんだけど、めっちゃめちゃ先の話をすると、なんか自分がもしもさこの人生に終わりが来るときさ、なんかアニメ、その時放送しててまだ続編があるアニメが続きどうなるのかめっちゃ知りたい知りたくないですか？なんかそれよりもいろいろさ、もっとあるかもしれないけど、でもなんかどうなるのか知りたい、めっちゃ知りたい。いやルフィは結局ねどうなのかとか知りたくないですかね。なんだっけ、なんかさ転生系のアニメだかドラマだかでさ、そう昔にタイムスリップして、いや今の時代はこうなってるからみたいなちょっと面白い、へとか、もうなくなったの、もうないのみたいな、えっ解散しちゃったのみたいな、ねえ、そう、リップどこのですかって聞かれること多かったんですけど、このうちが使ってるのはデイジークと、デイジークのね、これは結構多分今デイジークのリップあんまないのかな、11番、なんか X でバズってて、ちょっとお願い買い占めないでね、お願い、これ本当にいいんだから、もうめちゃくちゃ良すぎて、本当に良すぎるからお願い爆買いしないでね。11番と、あとうちはこの11番にちょっと真ん中重ねるのがクリオの DT と04番、これを重ねてます。この辺に、やっぱ顔をパッと明るくしてくれるのって、やっぱくすみ系のピンクとかよりかは普通のピンクで、そうテレビ写りとかもカメラ写りとかも考えて、
たら。お気に入りが販売終わっちゃったら、またさらにお気に入りを見つけます。そう、いろいろね、もうメイクし、メイ、何？メイク商品で、多分こんなにあるとしたら、うちは今これしか知らないんですよ。だからこれの中でお気に入りを見つけたとしても、その視野を大きくして、これの中からさらにお気に入りを見つけた方が絶対いいものに出会えるけど、今うちはここしか見てなくて、でもこの中でお気に入りがあるから、まあこれをつけてるんですよ。だから多分こっちを見た時にさらにお気に入りのに出会う時がね、来るかもしれないです。あと進化したとか、そう、ポジティブに全部考えていきましょう。大丈夫ですか？大丈夫？本当に地震って怖いから、地震来たって思ったら、その倒れそうなねものとか、本当もうそこら辺、そのダメだよ、離れてね、離れて。地震来てないです、来てない。私あのあんまり良くないんだけど、うち地震慣れしちゃって、本当に良くない、本当に良くない。そう、地震慣れしちゃって、もうね絶対しなくていいです、みんなは。そう、なんか震度4とかまでは、あ、これ震度4かなとか、うわ、これ震度5弱かなとか、なんかね予想する体になっちゃって、だからね、身の危険を感じたら逃げてください、皆さん。なんか小学生の時に地震たくさんね来て、ちょっと慣れちゃったけどね、怖いです、やっぱり。裏を、そう、うちは震源の深さをめっちゃ気にしちゃうかも。そのいわきにいたら、震源70のマグニチュード 5点とか6点だとちょっと話が変わってくるんですよ。やばいみたいな、ちょっと津波注意報発令されちゃうかなとか。ワン、震度3大丈夫ですか？震度3とかでもマグニチュードだから、マグニチュードで見よう。怖いよね、やっぱ4とか行くとちょっと怖い。4577なんてもう怖いですよ、本当にね、平和でね、平和が続けばいいんですけど、東京だと首都直下かな、結構ずっともう10年以上言われてるけど、まだ首都直下が多分ね来てないから怖いよね。
怖いよね。そう、なんか小さい時とかさ、携帯とか持ってなかったから、小学校5年生の時だから、なんかお庭がすごい、やっぱり地盤がなんかすごいひび割れしてたりとか、なんか自分の部屋がなんか、まあね、まあ、そこまでめちゃめちゃ綺麗ではなかったんですけど、もうほんと大変なことになってて、それもあの 3DS でうちは写真を撮り、懐かしい 3DS で、 3DS でしたね、全部。そう、全部 3DS。 あの時もう小学生の時 3DS めっちゃ流行りませんでした？やばかった、シューティングやってたよ、あのなんかあっ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 ってなって。失礼します。3DS か DSi でした、多分。流行りすぎてたよね。なんかお母さんとお父さんの顔撮って勝手になんかやってたもん。懐かしいな。その何歳だ、10歳、11歳とかかな。しかもすごいのがね、その 3DS 買ってないんですよ。なんかお父さんがセブンだかの抽選で、なんだっけ、あの東方神起さんかな、がなんかコラボしてたやつのなんか抽選くじでやったら、あの当たっちゃったらしくてそう、当たっちゃってそれをもらった。やばくないですか、すごいよね。今思うとめっちゃ、え、すごくないってなる。多分東方神起さんのなんか子供の 3DS だった気がします。違かったらごめんなさい。なんか黒のやつで、東方神起さんって言えばうちはワンピースのあのカムレツカーシェアザワールドですね。あとテレビもなんか家のなんか1階と2階にね、テレビがママたちのあのねとこにねテレビがあるんですけど、そのテレビもじゃあ和室か、わかんない、なんかどっかに、あ、お兄ちゃんの部屋、わかんないや、なんかのテレビがもうなんか抽選で当たったやつでそう、お兄ちゃんはもうね、なんかねゲームたくさんあったから、もう PS もプレステもで、うちずっと 3DS 欲しいみたいな言ってた時にだった気がする、確か。すごいよね。テレビみたいな。そう、うちの部屋はねテレビがないからちょっと羨ましい。なんかテレビ線がないんですよね、確か。
多分部屋にこもらないようにっていうあれだと思うんですけど、多分テレビやったらずーっとテレビとか見ちゃうから。あとエアコンもなかった。うちの部屋だけなかったな。なぜかお兄ちゃんの部屋にはあるんですよね。エアコン。エアコンないのはめっちゃきついよ。寒いし暑いし、やばかったです。アイロンは160です。寝るときめっちゃ暑いかしんどいかでした。暑いかしんどいか、暑いか寒いか、暑いかしんどいかって言った今。そうなんですよね。だからストーブと扇風機で乗り切ってた。でも確かパパの部屋にもねなかったと思う、エアコン。仲間お兄ちゃん、もううち1年くらい会ってないかな。会ってないですね。いや、会ってますね。実家で会ってないわ。そう、実家では会わないですね。なんか今年なんかお兄ちゃんお正月らへん友達と旅行に行ってて、連絡もあんま取ってないですね。顔は似てないと思う。うちここ今アイロン通してたっけ。ね、お正月旅行いいね、いいよね。してみたい。なんか、まじ小学生の時しかしたことない、その1回だけ。なんか近場でいいから旅行したい。熱海とかね。で、熱海のあのまたあれ食べたい。なんだっけな。
美味しかった。あの食べ歩き、あん、それです。プリンね、大きかったよね。スタッフさんいなかったらね、もう大変なことになってたよ。結構大人数で行った方がいいと思う。本当に大きいから、プリン。めっちゃ楽しかった。枕投げもめっちゃ笑った、めっちゃ笑った回です。うわ、ありがとうね、見てくれて嬉しい。やっぱ動画に残ってるとさ、いつでも見れるから。空にもうね、イコラブさんのあのいおりさんのペテルギウスもう良すぎて。空にある何かをめっちゃ聞いてた。それはまるで、枕投げ弱いんですよね。やったことあります？実際あんまりなくて、枕投げをするっていうのが。あ、ミク終わった。じゃん。ミク終わりました。お兄ちゃんとしてないですね。よいしょ。困ります。ね、しないよね、枕投げ。あ、子供の頃もしてなくて、あんまり枕を投げるっていうねちょっと面白いよね。え、そうなんですか。そうなんだ。そんな改めて聞き直してみたら泣いちゃうかも。え、寒い、やばい、寒いです。寒い、お腹すいた。お腹すいた。あ、ちゃんと一緒に帰りましたよ。帰りました。ねえ、あいちゃんが。可愛かった。ハイキューの映画見てないです。
3月に見に行くのでめっちゃ楽しみ。ありがとう、オンライン待ってるね。あ、そして昨日、おととい、いつ、昨日、おととい、ネイルをのせました。無事です。だけどこっちのリボンちゃんが取れそう、怖い。水色なのでね、ちょっと水色をチークネイルで入れてみた。助かります。今日って寒いのかな、外。そんな寒くないのかな。いや、どうなんだろう。寒い。あ、花粉やばい感じですか、もしかして。夜雨か、ありがとう、ほんとそうだ、さっきもね、ありがとう。なんかメイクし終わってさ、鏡見るとさ、いや、メイク薄いのかな、メイク薄いのかなってならない？薄いかなってなりませんか、自分の顔見て。いや、もっと濃くすべきかなって。そう、これね、すごいめっちゃ時間が意外とあるから、まあ雑談ショールーム。ねえ、やだー、見たでしょ今、小指。そうなんですよ、こうなっちゃうの。これ昔からです、これ昔からのうちの癖です。そう、なんかメイクそのするじゃないですか。で、うちらもメイク時間っていうのがまあ決まってて、まあ2時間とかね、メイク時間。そこでまあ髪の毛もしてメイクもしてって感じなんですけど、メイク終わったってなるじゃん。でもその2時間はメイク時間だから、まあ自分の前とかに鏡があるわけですよ。自分の顔見ます。なんかメイクもうちょっとここ足してみようかな、なんかアイラインなんかもっとね、引けるみたいな。どん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 ね、どんどん足していってしまうんです。あら、大変。これあるあるです。で、前髪とかもずっと見てるとマジでわけわかんなくなってくるの。分かんなくなってくる。ね、思う自分でも。周年ね、どうしようかな、前髪を分けるか。
けた方がね顔が明るく見えるから光が入って、迷いどころです。迷っちゃうよ。今日は多分メイクは普通です。あ、めっちゃ加湿器じゃない、空気清浄機が、ありがとう。近いです。てか携帯を本当にそろそろ買い替えようと思っていまして、私まだ11 Pro なのでそろそろ買い替えたい動作が重くて多分容量も結構あるからなんですけど、僕ね写真撮るときに固まるもう大変で、最後に買い替えたのが本当にもう 3,4 年前とかなので、うん、あれね買い替えてなくて交換に行った、交換しました。確かあれそう、ずっと11 Pro な気がする。まあ、充電の減りも早いです。最近早くてね、モバ充がないと。え、15買いたいです。やばいよ、4つもアップしちゃう。レベルアップ。15ね、なんかそんないいっておすすめされたら買いたくなっちゃうよね。けど高いんでしょ。はい、ここで しかも11だと、あのまあ11だとまあまああるんですけど、プロだとあの可愛いね、なんかあの携帯のあのケースがなくて欲しいやつなくて鏡ついてるの欲しかったんですよ。あのなんかあのなくて11 Pro しかも高いなって思っててずっと買えなくて、でももう長い目で見た時に絶対買い替えた方がいいんですよね。日々の積み重ねのさ、そのお金たちってさ使ってるじゃないですか、コツコツ日々で、何今日本語があれだ、日々で使ったお金ちゃんたちを計算すると多分いつか絶対その額に達すると思うから、それを長い目で見た時に、まあ、それがっていうあれだよね、一日の分割とかでって考えたら、本当3月安くなるの？もう世界は知らないことだらけです。
いつ安くなるんですか？いつ買った方がお得なんですか？何ですか？何だから？何何？ソフバンでいいのか。なんかそろそろ au とかに行きたい。本当？ねえ、 iPhone 高すぎるよね。なんか高くない？なんか高いよね。みんながやっぱり持ってないと、まあ、今の時代持ってた方が便利じゃないですか。やっぱ時代時代に合わせての、まあ子供たちも今ね、持ってる子も持ってる子の方が多分多いのかね。日本は特になの？ちょっと日本さん頑張ってください。でもソフバンもうギガモンスター、あのもう制限ないやつで、しかも YouTube も入ってるし、なんかいろいろ、なんかソフバン同士だと電話が無料とか。悩ましいところです。そうなの。お腹鳴っちゃった。そうなんですよね。待ってやばい。あ、でもめんどくさそうめんどくさそう、大変。え、そうなんだ。なんか、まあ、画質良ければオッケーみたいな。あと動作がサクサク。腹減り侍です。本当に。なんかペコペコです。今チョコな。今チョコの気分、チョコ好きなんですけど、チョコの気分ではないから。そう、困ってます。焼き鳥温めよう。残り13分。この間買った、フィルムを端から2センチ開けて。危ない。端から2センチ開けてフィルムを
が、うん、おじゃびが、え、難しい、ちょっと待って、500W50秒、やばい、やばい、ショールームさん、やばい、もういったな、さっき10秒くらい温めてたし、よし、はい、一旦戻ってきました。じゃーん、うわ、こぼしそう、こぼしそうでめちゃくちゃ嫌です。うわ、めっちゃこぼしそう、本当にこぼしそうで嫌だ。え、顔やばかったですか？レンジの時間待って、やばい、そのうち残り1秒とか3秒とかでもまああんま変わらんやろって思って、熱い、ちょっとごめんなさいね、うるさいね、分かってます、分かってます、熱々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 、熱いですね、はい、熱いです、はいはい、いただきます。あく、うん、うまっ、え、おいしい、うん、うまっ、タレをね、かけてなかった、うん、おいしい、そうなんですよ、お洋服汚さないか不安で、うん、あるよりあるお話しかね、ガラケー持ったことないんですよね。高一から携帯を持ち始めました。だから今の子がちょっと羨ましい。バイト頑張ってね、最初から iPhone でした、 iPhone6 を、あの中学生の頃、受験発表が終わった日にママと一緒に行きました、買いに。
ごちそうさまです。めっちゃ美味しかったです。でも最初は iPod タッチだったんですけど、ずっとあのなめこやってましたね。永遠になめこ、こうやってなんか新種の出たみたいな。なめこですね最初。よし、じゃあランキングを読んでいきたいと思います。そして皆さんね、3月3日5周年コンもまだまだね販売されておりますのでお待ちしてます。なんかは予定偶然空いたとかね、やっぱりのいみちゃんのライブ見たいよって方、ぜひぜひ来てください。待ってるよ。それではランキングを読んでいきたいと思います。いきます。13位ジョン、ありがとう。12位まこちゃん、ありがとう。11位とまちん、ありがとう。10位たい焼き屋さん、ありがとう。9位ラッキー、ありがとう。8位コバ、ありがとう。7位タラタ、ありがとう。6位ユーキン、ありがとう。5位ネルーグ、ありがとう。4位あ、タイキン、ありがとう。そして第3位リンカー、ありがとう。3位おめでとう。そして第2位はソウくん、ありがとう。2位おめでとう。そして第1位はポスター、ありがとう。かわいい、ありがとうだよ。こちらこそ届きました、大切にしてね。そしてコロナ大丈夫？お大事にしてね。1位おめでとう、ありがとうね。それでは皆さん、本日もねショールーム見ていただきありがとうございました。皆さんお仕事ファイトです、頑張って。周年楽しみにしてくれてるのめっちゃ嬉しい。それではありがとう、バイバイ。